走るとき、飛ぶとき、蹴るとき、すべての股関節のパワーが、これでかなり多分邪魔されてるはずですから。うん、動いてない、そんじゃ。動いてないと思っちゃってますね。じゃあ、お願いします。お願いします。はい、今日は、股関節が、ちょっとパフォーマンスを上げるためのトレーニングとかかっていこうかなと思います。はい、最初はまず、この股関節の状態を確認してから、こうやって動かしていった方がいいよっていうところを、ちょっと確認をしていこうかなと思います。はい、いわゆるヒップリフトを上げる動きあるじゃないですか、はいはい、これちょっとまずやってみてもらっていいですか、はい、この動き、これが、あ、いいですか、俺ちゃんですよ、はい、この動きがしっかりと仙骨股関節の動きが出せていれば、今の上げた状態で僕がまた上から押しても動かないんですよ、うん、やってみましょう、はい、はい、ちょっと上げてみてください。で、ちょっと押しますよ、これで、これちょっときついのかな、はい、はい、このお手とも負けちゃいますよね、はいはい、これがピクリとも動かない、そういうことだから人が一人乗っかっても大丈夫なぐらいのパワーを出せるはずなんですよ。ただこれを無理やりこうお尻の力だったりとか腰グッと反らせてあげることで鍛えていくと、腰痛めたりとか付け根痛めたりとかってしやすい体が逆に生まれちゃうので、そこの効率にちょっと仙骨から股関節を動かすっていうちょっと動かし方、ちょっとまずやっていきましょう。でまずその中で大事になってくるのが足なんです。まずこれで今この辺からグッと持ち上げてきましたね、じゃなくて足を踏むんです。でその踏むときにまずこれが斜めってると滑っちゃうじゃないですか、はい、なのでもうちょっと手前に引いちゃいましょう。そう、こっち、そうです。でまっすぐ真下にグッと踏める位置、これが大事です、はい、でこの位置でじゃちょっと足踏んでみましょうか、はい、そうです、ずっと自然と浮きますよね、腰って、はいはい、軽くだから踏むだけでもスッと上がると思う、はい、これがまず大事だから、これがそのまま立ってる時に足を踏んで仙骨がぐっと伸びてくるって状態が作れる、はい、なのでこのままぐっと踏んだ状態のこの伸びをこの仙骨に伝えてあげる。逆にそれ以外はそんなに力入れなくていいです、はい、そのままちょっとキープしてくださいね。もう倒しますよ、はい、せーので、ああ、しゃべれる余裕ができますよね、はい、これがだから今しっかり仙骨で股関節を押せてる状態、うん、でしかもこう地面を踏んだ状態でしっかりそのパワーのロスがないわけです。今ハムとかきつくなかったですか？きつくなかった、大丈夫です、はい、これで逆に今度こっちが裏側に来る人とかもいるんですけど、そういう場合はまたさらにそこで負荷が大きくなってきちゃって、はい、そこが今ないようだったんでバッチリ OK です、はいはい、またここが第一段階、はい、今度次の動きやってみましょう、はいはい、ちょっとじゃあこっちが来たんですか、はい、次は膝立ちを最大限開脚してもらって、はい、で、つま先外向きです、はい、で、この膝の位置に乗っかった状態で仙骨で床を押します。この状態がまず準備です、はい、で、そこから膝の位置がずれないように、あとは仙骨前にグッと押した感じがそのまま抜けないように、これが丸まっちゃってもちょっと効果が少なっちゃう、はい、に遠くに、ここからよいしょ、前に寝転がる。そうすると要はこの股関節が最大限に伸びた状態で、仙骨も前にグッと押し出される状態が作れるので、結構先ほどお伝えしたようにここのラインが縮こまったのも固まっちゃって、特にサッカーやってる人は伸びなくなってるんですよ、すごい伸びてる、はい、ここをグッと一段押し出してくれるのをさらに重力を使ってよりやりやすくするために広げてもらって外で仙骨で押して遠くになるべく最大限このお腹の前のラインを伸ばしてあげるようなイメージで前に倒れる、はい、これちょっとまずやってみましょう、はいはい、この仙骨の骨盤のこの真ん中のところ、はいはい、ここの骨盤真ん中仙骨で地面を押してあげる、そのまま前に倒れます、うん、そうですそうです。でこの時にこの付け根の状態がどうなるか、はい、もう一回ちょっとゆっくり倒れてみましょう、はい、そうですそうですそうです、そんな感じです、はい、そうすると最大限この前がグッと、はい、股関節が伸展後ろ方向に持っていかれる状態、うん、で加えて逆に仙骨は前に押してあげる状態が作れるので、はい、最大限この股関節が仙骨ラインが伸びる状態が作れる、うん、とりあえず床まででいいですよ、うん、そう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 、じゃあでこの状態でこの付け根のとこ、ここべったりくっついてる気がします、よしちょっと見てる感じしますね、はい、要はそこが固まってるよってことなんですよ、そこが本来だったらここの膝からこのお腹に向けてのこのライン、うん、ここが要はベチャーって使うわけですよ。股関節が硬い人、付け根がねすぐ痛くなる人っていうのはここが曲がっちゃってるんで、これやってもね、この骨の出っ張りがついてつかないんですよ、うんうん、でその塊をまずはちょっと固まってるなったら意識できる、うん、
はい、というのがまず一つ大事になります、うん、でこれまた同じで膝立ちの状態で最大限開いてもらいます、うん、でそこから足外向けてもらってまた前に倒します。この時はこれまた遠くからなるべく遠くですね、はい、近くだと股関節伸びます、はいはい、で遠くに行ってもらった状態で、まあ、ちょっと手ついてもいいですし、はい、これの状態反ってるのがきついようだったら寝転がっちゃう。できればこの位置ぐらいですね。この反る状態になるじゃないですか、はい、この時に腰でグッと反るんじゃなくてあくまで仙骨を地面に押し付けてあげて、うん、そこを起点にして上に上がってあげる、うん、あくまで腰にそんなに力は入らない、うん、はい、でこの位置から足上げますよね。これを回す、横に倒します。はい、この動き、これがなるべくこう浮かないように、これは腰で回っちゃう。なるべく仙骨で地面をグッと押さえてあげた状態で横に振ってあげる。で加えてですね、膝の角度変わってないの分かります？これが要は膝に力みがあるとちょっと伸びちゃう、はい、膝を怪我しやすい人の特徴にもなってくるんで、なるべく股関節で回る意識を持って回してあげると膝の角度は絶対に変わらないんです。この辺気をつけて、ちょっとこの動き作ってみましょう、はい、はい、またちょっと付け根を、はい、伸ばすように遠くに倒れて、はい、そうですね。で仙骨、この仙骨の位置で地面を押さえてあげながら、はい、股関節、そう浮かないですよね。これがだから硬くなっちゃってる状態、そう、これをごまかして動かしてたんですよ、ずっと。なら怪我しやすかったんですね。これ気づかなかったってだけでも結構大事件じゃないですか。はい、はい、だ逆にここが動けば伸びしろですよ全部。なので方向性としては、はい、この内に向けると意外にいくんですよ、はい、ただこの外です大事なの。この外くるぶしが外にできればこっちの地面につくようなつもりで動かせるようになってくるんです、はい、こっちこっち、はい、ちょっとやってみましょう。自分だと全然ダメ、ね、だから関節がコントロールできてないんですよ、うん、外に動かすっていう回路が今つながってないんです。動かすのは筋肉ですか？何で動かす、まあ、もちろん動かすのは筋肉です、うん、ただこういうひねる筋肉ってイメージしづらいじゃないですか、はい、なので完全にこれをこっちに回すってイメージだけで全然変わらない、うん、そっちの方がイメージやすい、うん、股関節を外にねじってやる、それだけです。であくまでここの仙骨で止めてあげる、うん、そうすると左右の股関節がそれぞれ動けない。この硬さがすなわちトラブル招きます。いかないですね。し、走るとき、飛ぶとき、蹴るとき、すべての股関節のパワーがこれでかなり多分邪魔されてるはずですから、うん、もっともっとパワーがあります。はい。動かないですよね。伸びしろです、これが全部。動いてないですか？動かないと思っちゃってますね。股関節に問題がある人だったりとか、付け根に痛みがある人とか、あとはその足がなかなか速くならないとか、飛べない、蹴れないっていう人は大概こうやって股関節が動いてない、トラブル招きやすい使い方をしてたっていうのが分からなかったですね、うん、まずはこのスタート地点ここなんですよ。これがニュートラル、すでにもうこっちに引っ張られちゃうんですよね、うん、でこの位置からこう動かせれば動くって、うん、あとはだからまず全然使ってなかったってだけです。まずはスタート、うん、ほらここまでいこうっす、うんうん、右も柔らかいですね。左もちょっときついかなって感じですけど、うん、で、こう動かされながらも自分で動かす意思を持っておいてあげると、こう動かしてあげる中で自分も動かすとちょっと回路がつながれる。今ちょっと僕この足の関節持っちゃってますけど、自分で動かすイメージとしてはこの太ももをこうやってねじるんですよ。こう膝で押し付けて足を回す。そうです、そうです。そうすると自然と股関節がねじれるような感じの動きになる。ちょっとは動いてますけどね、実際はね、イメージしてそんな動きはまだ出てないですよ。ちょっと回路がつながりだしたんだと思いますよ、はい、うん、お尻で、ここの後ろの方に力が入ってる、大体でも深すぎるか、その辺に集中してる、大丈夫 OK、はい、お疲れ様です。で、今の立ってる感じどうですか？スッと伸びます、はい、うん、股関節がまずここで縮こまっちゃってる状態で固まってると本当動かせる方向って限定的になっちゃうので、そこはちょっと伸ばして動かしてって感じの、はい、最初の段階ですね、はい、うん、ただこれができるだけでも本当に足の動きが違う次元に入っていって動きやすくなってくるので、もちろん痛みはもちろんですけど動きやすさがまたこれ一段変わってくるんです、はい、
最初は正直体一気に忘れます、うん、スムーズになったらんっていう感じになるぐらいのレベルで、どうしても上がったらちょっと戻ります。それをちょっとずつ上げていくことで体のレベルでちょっとずつ上がってくるんで、うん、だから継続するっていうのはそれが大事だよってことですね、うん、そういうことを続けていって、まずは股関節を本来のちょっと位置で使う準備がちょっと入ってきました。はい、ありがとうございました。お疲れです。ありがとうございました。